突然発表したこの紙どんな感じなのか皆さん知りたいかなと思って、ライブでやろうと思ったんですけど、ちょっと分かりづらいですよね。なんか紙は凹凸感はあんまないんですけど、こっちは全だらこうザラザラした感じで、こっちはねもうちょっとツルツルした感じですね。どちらかというと、グレータイルのこのスベスベした感じと近いですね。似てる。 It's not the same. So I think similar texture with gray zendara, a gray tile and maru. Maru means circle in Japanese. It's very small size. Very small.Smaller and more than square tile. でこんな感じの大きさです。で、特にドローイングペーパーなんで何書いてもいいんですけどね。何かじゃあ書いていきましょうか。そう。まあ、そうちょっとね、ジェンダラが大きすぎて、なんていうかこう気楽にじゃあ書こうかなみたいな気持ちで書き出せないなって常々思っていてまして、なんてね、まあ気楽に書ける人もいらっしゃるんでしょうけど、ちょっと何書こうかな、あれを書こうと思ってた。まあ、私のこれ花間ちゃん書いてます。This is my tangle 花間。結構これ前に考えたやつなんですけど、最近まだ書いてくださる方結構いるんで。で、ここだっけ。なる、可愛いです、ありがとうございます可愛いんですよもう今日も暑くなりそうですね。なんかもう朝なのにすでに暑い。結構ですね。そうそう、この周りをこう混んでるような感じで、すごい。まあ、丸いのでね、丸くて小さいから、まあ、こういうのは描きやすいですよね。あと、なんだろう、あれもいいかも。なんだっけ。ウェイボップ。とかの練習、CGT の方はぜひね、ワークショップに使っていただければと思います。すごく嬉しい。そしたらこんな感じで、でなんか今まで描いたやつとこう組み合わせてこうできたらなんかきっといいだろうなと思って、なんかそういう提案もしていけたらいいんですけどね。本当このカラーを入れるとねすごくいいんですけどね。カラー入れちゃおうかな。この、ムーンライト06のなんだこれ、なんとかグリーンね、プロジェクトパックに入ってたやつ。これインナーオーラーしていきます。The interior aura.
早速ね、すごいいっぱいお問い合わせいただいて、特に、ね、海外の方からね多かったですけどね、なんか日本語のショップしかなかったんで慌てて昨日英語のショップ作りました。でもなんかうまくまだね、まだ外国の人にちょっと待ってねって言ってあるんですけど、もう一個ね明日新しい商品が発売になるんで、もし申し込むならそれ待ってからの方がいいかなと思ったんですよね。皆さんもちょっと待ってくださいね。もう買っちゃった方はね、確か後で私送料どうのこうのとかしたけど、送料無料だったわと思って、そっか送料無料だからいいんだ、いいですねと買ってください。多分まとめて発送にはなると思います。そうでもなんかアメリカとかがカナダとかに届かないんですよ、荷物が今。なんでちょっとね、もうちょっとこのコロナのやつが、ね、日本はもうあとちょっとって感じまでなんとかねこぎつけてますけど、他のあとロシアとかもダメかな、うん、でね、それ終わるまでどうなってんだ、いっぱい忘れてる私俺。公式ほどじゃないですけど、ちょっと多少のこう凹凸感があるので、なんかちょっとだけ引っかかるような感じはまああるけど、そんなに引っかかんない、結構スムーズ滑らかですね。そうフラットな感じですね。英語で説明したいけどできない。色は本当にスノーホワイトって感じですね。もう雪のような白さです、うん、ちょっと私の線ヨボヨボすぎてこんな拡大して恥ずかしいね。まあいいでしょうって。でもね線はね全然にじまないし、髪は本当にいい髪です。なんか日本製って感じ、真面目な感じです。本当にかっちりした髪ですね。すごいデザイン可愛いですか。なんかすごいいろいろ悩んで、そういうのをもっと早くか、構想はずっとあったんですけど、もう全然か決まらなくて、デザインがどうしようとかも勢いで出しましたね。こっち側にもなんか書いたりとかできるといいかなと思ったんですけど、ね、あ出遅れた。でもこれ多分なんとか TV にアップされる。で今日はそうですね、 YouTube にもアップできたらいいなと思ってますけどね。ちょっとこの説明がうまくいけばですけど、そう明日ねもう一個のアナウンスしますんで、ちょっとそれも少々お待ちください。明日もね、あ午前中、あそうだまだ届いてないんですよ。で明日何時に届くか分かんなくて、午後かもしれないですね。そしたら午後にやろうかな。インスタライブで本当は発表する予定だったんだけど、もう我慢できなくて昨日書いてしまった、届いてすぐちょっとこの、なんだファバカスチル、いいですよね、気楽にちゃちゃちゃっとかけたらいいですよね。なんか全皿持ち歩いて書くっていうのはなんかあれですけど、このくらいだったらねカフェとかでもなんかサラサラっと書けるし、なんかメッセージカードとかにしてもいいし、うん、何かわいがってもらえるといいんですけど、じゃあこれに合わせるとあれか、まあこんな感じで、なんか全皿と合わせたら可愛いみたいな
サイズにしたんですけど、ね、I suggestion, my suggestion is a combination with Zendara. It's very interesting. So, で、あと昨日書いたね、これも I drew yesterday. 今こんな感じで合わせたり、ちょっと筆数が足りないんですけど、あとこういうちょっとフレームみたいなのあったら、まあこうちょっと切り込み入れて、まあ、少し数がもっと切り込みが足りてないけど、うん、こんな風にしたりとかできるかなと思って、あともう一個にも書き途中のがあって、 This color is moonlight、 oh. だからこれでもし何かアイディアが広がったら楽しいなと思います。なんでぜひね、ほんとそういやミニゼンダラワークショップとかね、なんていうかな、ゼンダラクラスの前のなんかエクササイズにしたりとか、まあ、そういう、あとネームカードをとか自己紹介書いてもらうとかね、なんか分かんないけどいろんなアイデアがあると思うんですけどね、ちょっとコースターには小さい感じ。そうで、まあこのやつもね、大きな全体に書くのすごい時間かかっちゃうんだけど、これが全体の構図を決めるのもための紙としてもいいかもしれないですね。ここに置いておこう、マルちゃんは常にここに置いておこう、マル。全ドラに切り込みで真ん中に配置したら綺麗だなと。あ、そうですね、切り込み入れるのにドキドキしちゃうけど、いろんなねアイデアお待ちしてますって感じ。もう一回りお引っ越しようか、なんかすごい悩み悩んで、だけどちょっと大きいとの禅だらと組み合わせられないですよね。なんか禅だらがちょびっとしか見えなくなっちゃうともったいないで、やっぱりちょっとちっちゃめにしようかななんてね。そう、今、シェーリングをムーンライトの上にしてます。 I add graphite shading on the moonlight、moonlight tip、 okay. becauseね、このなんでかっていうと、このなんだプロジェクトパックの時のと合わせるのに綺麗かなと思って、またね、せっかく描いたのジェンダラがまた違う作品に生まれ変われるっていうのもね、面白いかななんて思ったりとか。ね、内影響ですね、綺麗ですよね、すごい。他のやつとも合わせたらとっても綺麗だったので、他のがどっか行ってしまったので、もうちょっとここにタングル足していこうかなとかね。あ、そうだ、この紙はそれアプレンティスにちょっと近いかもしれないですね。アプレンティススタイルとすごく似ている。アプレンティススタイルよりはもうちょっと凹凸があるかな、アプレンティスと、アプレンティスよりはちょっと暑いかな、暑くて腰がある感じ、です。完全にちょっと
そういうのやっぱり日本のは太くて、そうなんですよね。あのでも太いのもこのブラックタイルに大きいね、アプレンティスのブラックに書くのはとっても気持ちいいんですけどね。あのちょっとあれですよね、繊細な線描けないみたいな。あでもねこの周りのプチプチはあの日本のジェリーロールも使ってます。ジェリーじゃない、そう日本のムーンライトか。あの太めの方が早く描けるそうですね。なんで結構ストレスなく描けるかな。ね、早く書き終わるとか言って結構早く書き終わらないってこんな感じ。そうです、行ったり来たり行ったり来たり。これもどうしようかな、これもジェリーロールで塗っていいのかな、可愛いかな。ムーンライト。鉛筆昨日継ぎ足して長くしたらなんかすごいちょっと若干使いづらくなっちゃった。そして丸まってる先が雑でごめんなさい。これもシェーディング超適当なようですが、ここ塗りつぶそうと思って適当にここ全部塗っていこうかな。これはねハナマってやつですね、ハナマ。 This tangle name is ハナマ。This is my tongue. あ、サラサラとインディアンカラーみたいなオレンジの入ったペン。おお、ありますね。オレンジの。今ここに、あ、これかな？これですよね。違うかな？ジェリーロールですか？コメント切れました。あ、これはね、ジェリーロールのムーンライト06って言ってアメリカでしか売ってないんですけどね。ね、セット10本セットなんかアースカラーみたいなの、これですよね。こんな色が入ってるんですけど ね今ちょっと最後の1個確か昨日売り切れた気がする。あ、あともう1個あるか、うん、まだ何個かあるかな、はい、そうですね。これがムーンライトで、日本のやつはねもっと激しめの色もあって太いんですよね、先がすごく。ムーンライト、セームムーンライトなんだけど、うんね、どうしようかな。ジェリーロールは日本のやつだと、その何だろう、アマゾンとかでも買えるかな。私はねちょっと今売ってないな。うん、桜クレパスの商品なんで、アマゾンとかで売ってると思います。あと文房具屋さんにあれば、うん、売ってるかな。でアメリカのやつはですね、アメリカの日本で買えないんですよ。なんて不便なんでしょうそうなんで、アメリカから直接ね、あのジェリー、ゼンタングル社で買えますのと、あと私がたまに、仕入れをしていて、それが私のサイトで買えます。ベースってところで、この紙もそこで買えます。この優しい水色、これもアメリカのジェリーロールです。
ですね。ちょっと待ってくださいね。ムーンライト10色、これが2000いくらから私が売ってます。今ホームページあと2個あったかな、うん、とあとねまだねちょっとまだ売り出してないんですけど、このね派手なやつ、これ日本にあるのと全く同じ色なんですけど、それの06バージョンを、いや夏色ですね、これもちょっとしたら、ショップに追加しますので、ご興味ある方はぜひ。いや、まあ、こんな感じベース探します。あ、はいどうぞね、あの楽しいですよ、あると、まあ、こんな感じでマルちゃん、ね、全部塗ってないですけど、まあ、既存のあの禅だらと組み合わせて楽しむっていうのがおすすめでございます。はい、 Please enjoy マル、マルちゃん It's like this で、こんな、まあ、もっとねここ塗ったりとか書いたりして全然いいんですけど、まあ、気楽な感じでね書いてもらえればと思います。まあ、あとこのこういうのに切り込みを入れて、まあ、刺すこともできると、うんです。はい、綺麗、やった。まあなんかね他にもっと多分いっぱいいろんなアイディアがあると思うんで、皆さんのアイディアも楽しみにしてます。でいっぱい書いて、ね、並べるだけでもねすごい可愛いと思いますので、楽しんで書いてみてください。で私ねちょっと途中なんですけど、後で、アップします。あ、いろいろ見せていただいてありがとうございます。こちらこそ見ていただいてありがとうございました。では楽しんで、今日暑いけど皆さんね水ごくごく飲んで、はい、過ごしてください。ではさようなら、バイバイ、また明日会いましょう。